柿本ダムは、山梨県南駒郡南部町、一級河川、藤川水系佐野川に建設されたダム、高さ46.1メートルの重力式、コンクリートダムで、日本系金属の発電用ダムである、同社の水力発電所、佐野川発電所に送水し、最大5800キロワットの電力を発生する。ダム湖の名は、天守湖という、 1939年に設立された日本系金属は工場を静岡県清水市及び伊原郡神原町に構えアルミニウムの生産を開始した。同社が目標とするアルミニウム生産量は年間5万トンという当時としては世界でも稀に見る規模の大きさであった。しかしアルミニウムは電気の缶詰と引輸されるほどその精錬過程で 大量の電力が必要とされるものである。このため、日本系金属は、富士川の豊富な水資源を着目し、水力発電を主体とした自家発電によって、大量の電力を低コストで調達しようとした。開発はまず、富士川の支流、早川から始められ、1939年1月に、なぎ発電所が完成。続いて、富士川本流へと移り、 1941年に藤川第一発電所、藤川第二発電所が完成。合計最大出力は11万キロワットに達した。ただし、この11万キロワットという出力はあくまでも川の水が豊富にある状態における最高の数値であって、ひとたび水不足に陥れば4万キロワットにまで大きく落ち込んでしまう。 その対策として計画されたのが柿本ダムの建設である。あらかじめ大量の水を柿本ダムに蓄えておき、それを水不足の際の補給として放出することで、滑水機の出力を6万キロワットにまで改善することができる。計画には柿本ダムからの供給水を利用した水力発電所、佐野川発電所の建設も含まれており、新たに 最大5 8 0 0ットの電力を確保できることにもなる。建設工事は1943年に着工。終戦の日を目前にした1945年7月24日に佐野川発電所の運転が開始された。しかし、肝心の柿本ダムは戦争に伴う人材、資材の不足により、計画の3分の1の高さまでコンクリートを打設した。 ところで工事が中断されていた。これでは到底本来の目的を果たせる状態とはなっておらず、日本系金属は自社の資金繰りに余裕が生まれ次第、早急に柿本ダムの建設を全うしようとした。まず第一期目の工事として1949年に開始、同年12月24日に終了した。これは既存のダムを土台として、直上にアーチ式、 コンクリートダムを築くという、いわば一時しのぎである。その後、第2期目の工事はいよいよ完成に向けての本格的な工事として1951年3月に開始され、ようやく1952年11月に完成となった。日本系金属はその後も貯水池の開発を進めた。富士五湖の一つ、元スコを水力発電に利用できるよう開発したほか、 早川支流の雨畑川に雨畑ダムを建設。これにより、滑水器の出力は、最終的に8万キロワットへと改善されている。富士川沿いを走る JR 美野部線、井手駅から山奥へとつながる道路を進んでいくと、八幡神社のある交差点に着く。これを右折し、しばらく進めば柿本ダムに至る。内線駅からは柿本ダム方面への路線バスも、運行されており、南部町営バス、 佐野線に乗車し20分程度で到着する。柿本ダムの天馬には、クレストゲートとして5門の水門が設けられているが、これらに混じって、ダム監視所が設けられているという得意な構造をしている。ダム湖は、水源の天使が竹にちなみ、天使湖と名付けられた。ダムが建設された助ケ川渓谷は、もともと自然豊かな場所であり、秋は、紅葉が美しい、渓流には、 山メやユといった魚も住んでいる。上流には上そのキャンプ場があり、天守が竹や長蛇が竹といった、天守山地への登山口にもなっている。登山道は、東海自然歩道として整備されており、山の向こうには、狸子や白糸の滝で知られる、富士宮市である、柿本ダムに蓄えた水は、助野川砂岩に改作した、トンネル水路を通じて、下流の佐野川発電所に送水される。 佐野川が藤川へ合流する地点には藤川第一発電所があり藤川上流の塩の沢園庭で取り入れた水に佐野川発電所で発電に使用した水を合わせて発電に利用している発電された水は藤川へ流されず藤川第一発電所付近にある重等守水底から取り入れた水とともに藤川に沿う形で設置されている水道管を通り 浜口再本橋から藤川と分かれ、神原にある藤川第二発電所へ送られる藤川第一発電所付近には、付けの川温泉がある。ありがとうございます。